こんにちは、はるです。毎日暑いですね。もう暑すぎて私今タピオカの上で寝ております。というのは冗談で、実はこれ大量のビーズなんです。こちらのビーズは中国最大級のビーズ通販サイトパンダホールさんからご提供いただきました。パンダホールさんは日本のビーズ愛好家の間でも非常に人気で、定番のものから珍しいビーズまで安くて大量に購入できることでも知られています。向かって左が8ミリの茶色のアクリルビーズ、右にあるのが同じく8ミリのピンクのアクリルビーズです。1パックに 500g、 個数にすると1770個も入ってるんです。これ1パックでお値段なんと784円です。ですがパンダホールさんの商品は中国から発送されるので、送料が国内のサイトよりもどうしても高くなってしまうんですけど、それを含めてもかなりお安いです。で、以前私がパンダホールさんで買ったものがありまして、これなんですけど、その後にこの話をいただいて、ご提供いただけるのであればこれの色違いがあったらいいなと思いまして、こちらの2色を選ばせていただきました。ちょっと開けてみましょう。その前に袋の状態を見ていただきたいんですけど、口はしっかり圧着してあるんですが、ここに通気のために穴が開いています。これ大粒のビーズだからできるんでしょうね。多分湿度対策だと思うんですけど、今は日本も中国も暑いですし湿度が高いですから、こういう工夫がしてあるといいですよね。あとはアクリルビーズは染めて作ってあったりするので、こういうカスのようなものが出てしまうのは仕方ないんですけど、ビーズがこれだけの量がある割には少ない方だと思います。こうして出してみると綺麗ですね。で、色味なんですが、パンダホールさんのサイトで画像を見た時はもう少し薄いような印象だったんですが、実際見てみたらそれよりもだいぶ濃いですね。茶色はほぼ画像通りですけどね。アクリルビーズは製造工程でこういったバリができてしまうんですけど、これは小さい方だと思います。そういう意味では非常に質の高いアクリルビーズだと思います。全体に細かくカットが入っているんですけど、これがまた綺麗ですよね。ではテグスを通した感じを見てみましょう。今このテグスは9号を使ってるんですけど、だいぶ太いテグスなんですね。これを1回交差するのは余裕ですね。次はここの一度テグスを通してあるところで交差させてみましょう。9号のテグス3本は余裕ですね。じゃあ今度は一度テグスが交差してあるところ、ここの中で交差させてみましょう。ギリギリ4本通りますね。これだけ太いテグスが通れば、私が今作りたい作品も作れるんじゃないかなと思います。で、この大量のビーズを使って何を作りたいかというと、去年の今頃なんですけど、このビーズバッグを作ったんですよ。これはダイソーで売ってるビーズで作ったんですけど、作ったのはいいんだけど小さすぎてスマホすら入らなかったんですよ。なので今回はもっと実用的な大きなバッグを作りたいと思いまして、8ミリのビーズを大量に入手することにしました。ビーズバッグの作り方動画は後日公開いたしますので、楽しみにしていてください。パンダホールさんのサイト、 SNS 等へのリンク、そして今回ご紹介いたしましたビーズの品番とリンクは動画概要欄に記載してありますので、気になる方はチェックしてみてください。
それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。